はい、どうも皆さん、こんにちは。藤川そらです。はい、ちょっとね、少し YouTube の投稿がですね、止まってました。まあ、誕生日配信の時以来かな、多分。で、まあ、メンバーシップの方では動画が多分上がってると思うんですけど、まあ、自分の誕生日の日、9月5日はね、あの日実は体調を崩してたんですよ。だけど、どうしてもやりたくてやったんですけど、あの日は、点滴してましたね。ぶっ倒れて。まあ、そういう日が結構続いて、本日9月11日、ですね。ついこの間9月9日、まあ、昨日だったかな。この動画が上がってる頃にはもう模試のね、結果がすでに公開されてるんじゃないかなって思ってるんですけど、数学が、でしたね。でしたねじゃねえよ、クソが。もうダメだよ。あかん。飽きまへん。ほんとにあかん。まあね。数学ね。なんか泣きそうになるですね。だってさ、1A ってさ、ほぼこれ、文章ばっかでさ、何言ってんのこいつって感じなんですよ。まあ、ね、僕はでも、何言われようとも、医学部は諦めないです。諦めるつもりは一切ないです。なんで、本当にね、気を引き締めて、やります。あかんわ、マジで。国語も思ったよりよかったけど、数学がショックだった、僕は。だってさ、っていうか、なんでさ、自己成果合わないんだ？まあ、自分がしっかりしてないっていう部分もあるんですけど。まあ、リーディング、これリスニングだわ。リーディング、英語のリスニングは合ってましたね。とか言った。こっちかな。情報45？嘘だ、嘘だろ。45じゃなくて42とかじゃなかった？で、情報さ、本当に簡単な問題しか出てないんですね。知らないけど。だって、情報の偏差値19とかだったもん。40取れてて19とか、ビビりましたね。本当に。じゃ、簡単な問題が多いんだっていうね、逆にショックが大きかったなってところです。これ理科だな。ちょっとね、今日の晩ご飯が鳴ったんで、チーンってことが鳴ってますが、気にしないでください。で、明日ついにあれが分かりますよ。皆さんお待ちかねの英検。いや、さすがに受かってるからね。フラグを建設しましたよ、ここに。いや、さすがにでも受かってるから。80%受かってる。落ちてたらどうしようかな。落ちてたら、そうだな。坊主？やっちゃう？いや、坊主はきついな。いやー、坊主はきつい。何しようかな。いや、坊主はきついよ。
今ふと坊主っていう単語出ましたけど、何にしようかな。まあなんかします。坊主はしません。はい。今日ってね、自分でも振り返ったんですけど、あかんね、本当にあかん。本当にね、ダメですね。なんで、あ、次はもうって言っちゃあかんけどさ、まあ、取れますようにって感じなんですけど、ダメですね。もう勉強配信やらないとって思ってるんですよ、いつも。やらないとですね、いい加減。今日は空いてる時間があったら告知なしでします。もう、はい、告知なしでやります。なので皆様見に来てください。お願いします。なんだい君は。よいしょ。いるんですよ、ここに。カメラ、いや頑張って、こんぐらい。なんだい？どうした？うん？よいしょ。いつもね、動画撮ってるとお膝の上に乗ってくれてね、寝てくれるんですよ、この子。うん、本当に可愛い。僕の癒しですよ。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。